松並城は、能登国鈴郡松並に存在した、日本の城。文明6年、能登畠山市三代目、当主、畠山吉宗の三男とされる、畠山吉里により築城されたと伝わっている。以後、六代にわたり松並畠山市の居城として、奥能登一帯を統治することとなる。五代当主、松並吉立の第二、 この地の有力豪族松並氏の名跡を継ぎ、松並氏を称し、松並城は、能戸畠山氏の居城、七尾城の史上的役割を担った。天正五年、七尾城陥落後に、上杉謙信家臣、長沢光国に攻略され、六代目、当主、松並義親が自害者落城した。後に、長沢は、穴水城に入り、松並城は、廃城となった。 本丸市現在は、遊歩道などが作られ、城市公園として整備されている。2007年11月には、旧松並駅の駅舎が活用され、松並城の歴史を知るための情報館としてオープンしている。近年、15世紀後半から16世紀のものとされる、枯山水式の庭園の跡が発掘され、1991年には、県指定史跡に指定された。 2012年、建物国や庭園跡を含む約4000平方メートルが旧松並城庭園として国の名称に指定された。カラメテ門は満腹寺の山門に移築されたと伝えられ、現存している。能登町の発足によって、富士軍、鈴軍の境界が消滅することから、これまでの二軍の全域を一括した新たな軍として新設された。県指定古文書。 長久郎西門の城宛手主院長、上杉家文書旧松並城庭園石川県、埋蔵文化センター旧松並城庭園、名称に引く北国新聞。ありがとうございます。